皆さんこんにちは。そしてお久しぶりです。のばなです。8月末に関西空港からドイツハノーファーに戻ってきました。私たちの便は10時25分発で、8時半には関空に到着したのですが、ガラガラでした。人気のない空港って寂しいもんですね。チェックインカウンターでは、私たち夫婦はドイツで取得したワクチンパスを見せて、それだけで OK でした。6歳と3歳の子供たちは何も必要ありませんでした。今回ワクチンを受けていなかったら、もしかしたら日本行きを断念していたかもしれません。 PCR テスト1人3万円とかですもんね。今回は家族訪問が目的で、あまり買い物するつもりはなかったのですが、やっぱりいろいろ買ってしまいました。夫がどうしても信楽焼のたぬきをドイツに持って帰りたいというので、4000円で1つ買ったのですが、日本を飛び立つ前に割れてしまいました。誰よりもショックを受けたのは夫です。さて、無事に飛行機に乗れました。今回の一時帰国、日本に入国することだけに集中しすぎて、なんとアムステルダムからハノーファー行きの便の時間をしっかりチェックしてなかったんですよね。いつもならアムステルダム乗り換え2時間以内のものを選ぶのに、今回はなんと5時間もありました。なんでちゃんとチェックしなかったんやろうと自分を責めましたが、直前すぎて変更には900ユーロかかると言われました。さすがに900ユーロも払えず、スキポール空港で最後に掛け合ってみましたが、無理と言われ、子供たちが疲れすぎて眠すぎてかわいそうでした。タヌキは割れるし、ハノーファー空港に着いた時に子供たちは起こされて不機嫌で大泣きするし、帰りは予想よりもだいぶ大変でした。でも4人ともコロナにかかることなく、日本滞在を存分に楽しめましたし、家族親戚友達に会えて幸せでした。日本入国も帰りの便も大変でしたが、今回日本に帰れて本当に良かったです。9月5日から日本はハイリスク地域に指定されたので、その前にドイツに戻ってこれたのは運が良かったなと思います。ちなみにスキポール空港でもハノーファー空港でもワクチンパスを見せることはなかったです。日本からドイツに戻るのは日本入国に比べて相当楽でした。機内食は、子供たちはまた注文していたチャイルドミート、そして夫は糖質制限食、私は普通の機内食でした。6歳と3歳は11時間もの間ゲームをしたり映画を見たりと、結構静かに過ごしてくれました。私自身も4本も映画を見ることができました。さて、そろそろアムステルダムに到着です。スキポール空港に到着しました。関空と違ってこちらの空港にはたくさんの人がいます。疲れ切った子供たちと、なんとか無事にドイツの家に帰ることができました。日本での14日間の自宅待機中は、毎日入国者健康確認センターからビデオコールがありました。 AI と人から1日3回ほどかかってきました。このようなメッセージが来てから大体30秒後くらいだったでしょうか、ビデオコールがかかってきます。こんな感じで白い枠内に自分の顔を収めます。そして30秒間経つと、こんなメッセージが流れて終わりです。AI によるビデオコールは1日2回くらいあったかと思います。あと現在地の確認の連絡も来ますので、このメッセージが来たら今ここにいますのボタンを押して終わりです。もう一つすることは健康状態の報告ですね。14時までに2つの質問に答えます。毎日毎日いつかかってくるかわからないビデオコールを取れた時はすごい嬉しかったです。そして14日間の自宅待機を終えました。ドイツから大量に持ってきたコロナテストキットでテストをしてから、早速外の世界へ出かけます。コロナテストキットはドイツで100円もしないので、余ったテストは日本のお友達に渡してきました。
日本に来たら食べなければならないラーメンは数えきれないほど食べました。6歳の息子もラーメンが大好きで幸せそうでした。そして大阪で食べるべきものはお好み焼きですよね。緊急事態宣言でビールを飲めなかったのは残念でしたが、やっぱり最高に美味しかったです。年に2回ほど日本に帰れたらいいんですけどね。家族で平日の朝一に海遊館に行ったり、自分の靴を買ったり、コンビニでひたすらアイスラテを買ったり、お友達の家で最高の食事をいただいたり、最終日は変なホテルで泊まり、母とノンアルビールで乾杯してドイツに戻ってきました。戻ってきて数日後に息子の小学校の入学式がありました。ゆっくりとまたドイツの日常生活に戻っています。日本、私のふるさと、最高でした。子供たちの日本語もこの3週間半ですごく伸びたことも嬉しいです。これからまたドイツで行きながらいろんな動画をアップしていきたいと思っていますので、皆さんこれからもどうぞよろしくお願いいたします。